こんばんは。今日はちょっと21時からじゃなくて21時15分と遅くなってしまって申し訳ありませんが、とりあえず予定通り、いや予定通りじゃなくて、いつも通り始めていきたいと思います。今日紹介したい企業は出品という会社ですね。出品という会社自体はご存知ですかね。まあ、一時期、個人投資家にとって結構ね、人気優待とか、の、まあ、割と成長率もいいっていうことで人気があったんでご存知な方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、今日はこの企業を紹介していきたいと思います。で、まあ、最初に、タイトルの方になんか、ベタベタと写真貼ってますけども、これは何かっていうとですね、創業者の方、この方が、創業者の方、あ、こんばんは。この方が創業者の方なんですけど、もともとはね、ソフマップっていう会社の、創業した人ですね。で、その人が、まあ、新たに、その後、作った企業はこの出品という会社になります。で、ソフマップと違って扱ってる商品がもうひたすらですね、こういったカメラと時計を中心としてまして、まあ、その他文房具とか、自転車なんかも扱い始めてますけども、この二つの高級品を中心に扱っているという感じの会社になります。で、それだけじゃなくていろいろ面白い点がありまして、まあ、ここの AIMD とかね、まあ、あと、まあ、その他もろもろいろんな取り組みしてるんで、そのあたりが面白いですし、まあ、実際会社としてもね、ずっと安定して成長し続けているので、まあ、そのあたりで、結構今後注目していくと面白い会社なんじゃないかということで、紹介させていただきたいと思います。というわけで、まあ、冒頭でも触れました通り、この会社ちょっとね、お話しする際は、ソフマップの話もちょっとした方が面白いかなということで、事前にこの話をからちょっと始めさせていただきたいと思います。こう3つ並んでますけども、このソフマップっていう会社と、今はね、トライアイズっていう名前で、もともとはドリームテクノロジーっていう会社ですね。それからこの出品っていう会社。この3つが同じ創業者の方が、創業させて全部上場させた会社になります。まあ、真ん中のね、ドリテクはまあクソ株として有名な会社だって、今もね、時価総額なんか10億かなんか20億ぐらいのとこフラフラしてるような会社ですけど、ソフマップはもちろんですね、全盛期で1000億円以上の売り上げ上げた、まあ誰でも知ってるような有名な小売店。電気製品とかの小売店ですね。で、出品の方もですね、まあ、ソフマップのほどの規模にはもちろんなってないんですけど、扱ってる商品が限られているので、とは言ってもですね、まあ、成長していって、将来、ソフマップの売り上げを抜かないとも限らないという感じのな、なかなかこう楽しみな企業となっております。で、ソフマップに関してなんですけども、この鈴木圭さんっていう先ほどね、写真見せた方が、創業者となっております。で、この方なんですけど、もともとね、ソフマップってどういうところから始まったんですかっていうところで、もともとね、レコードレンタルのところからスタートして、その後、パソコンのレンタル事業の方を始めたりしましたと。で、まあ、パソコンのレンタルのところでやって、まあ、いろいろちょっと最初は苦労したんだけども、まあ、そこからね、ブーム、後追いのブームがやってきてですね、まあ、だいぶ大儲けしたと。で、最初の頃は、まあ、それでも大儲けしたんですけど、そこからですね、改めて、パソコンブームが来てるということで、パソコンの中古ハードウェアの販売だとか、まあ、ファミコンソフト買い取り、販売という形で、結構その中古のね、買い取り、販売っていうところ、ここをやってくれる会社として、まあ、注目を集めたわけですね。まあ、だんだんこう新品パソコンなんかも扱い始めたけど、やっぱりソフマップの時から、その中古を買い取って、それに値段をつけてまた売るっていう、そこのまあ、リサイクルというか、リサイクルとはちょっと違うんですけど、その買い取り販売っていう、ね、その仕入れ技術とか、そういったところのノウハウを持ってるっていうところが重要になります。後で説明しますけど、出品もそういうところがメインになってますので、まあ、そういう会社を経営した人が改め、その後、ソフマップの経営を退いて出品という会社を立ち上げたっていうところ、ここをまあちょっと覚えておいてください。で、あとですね、ソフマップの企業の姿勢として、このあたりちょっと後ろの方に書いてますけども、まあ、とにかくね、単なる小売店、単なる量販店としてじゃなくて、1従業員あたりの売り上げをね、伸ばしていくためにいろんな施策をね、当時から打っていたという、このあたりのところも結構重要なので、二つ合わせて、認識しておいてもらいたいというところですね。なので、まあ、そういうのもあって、ちょっとソフマップ、もともとこの出品っていう会社はソフマップっていう会社の、社長さんが、まあ、創業した会社ですよっていうところをちょっと覚えておいてほしい。覚えたらおつ、ね。っていうことはあれなんですかね。なんか、秋葉原とかナンバとか、そのあたり行かれたことがあるのかな。ぶっちゃけちょっとソフマップとかってね、秋葉原とか、
ナンバ以外で、まあ一時期梅田とかにもありましたけど、今ってね、どのぐらい店舗あるんだろうとかちょっと思いますけどね。まあそんな感じで、顧客への売り方を、もっと工夫する必要があるということで、まあ企画に関して言ってもですね、店舗には何らかのキャラクターを置いて統一感を打ち出そうとか、要するに、単なるつまんない、買い物するだけの普通のお店じゃなくて、そのお店自体にキャラクター性を持たせようとか、まああとですね、他にも、やっぱりそのサポートですね。中古の品買い取りっていうのをやるわけで、そこでお客さんの利便性をね、損なうようなことをしないというところで、やっぱ並の小売店とはちょっと発想そのものが違うっていうところがあって、それが EC サイトをこう立ち上げる際にも活かされてるっていう、そこがちょっとね、面白い会社になりますと。で、ソフマップなんですけど、皆さんご存知の通り、まあ一時期はね、すごい大盛況だったんですけども、その後ね、ずる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 とこう落ちていって、結構早い段階で、経営危機に一回落ちてますと。で、一回ね、丸紅っていう総合商社の方で、助けてもらったんだけれども、その後結局ビッグカメラに買収される形で、今もね、ビッグカメラの子会社として、経営、進んでいるというようなところになります。で、まあ最近はね、だから、ビッグカメラの子会社だっていうところを知っておくと、今でもサフマップをね、利用してる人からしたら、ラクールみたいなサービスとか、なんじゃこれやって思うかもしれないですから、あれはもうビッグカメラと、サービスとか結構共通してるところがあるので、まあそういう諸々ね、繋がってるんだよっていうところを知っておくといい感じかなと思います。ちなみに、私ちょっと今回気になって、名古屋あたりだったんですね。なるほど、なるほど。いやー、あれですよ。本当難波にあるソフマップはすごいですよ。いろんな種類ありますし。で、ソフマップの売り上げのね、推移がちょっと知りたかったので、過去10年以上の、そのビッグカメラの決算説明書の方を見てみたんですけど、ソフマップね、2014年か、そのぐらいまでは、ビッグカメラの決算説明書で、ビッグカメラとソフマップの2本柱みたいな扱いだったんですよ。ところが、どん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 売り上げが下がっていく。で、その中でですね、小島が子会社としてなってきて、まあ、こう下見てもらったらわかる通り、ビッグカメラの売り上げと小島の売り上げに対して、ソフマップの売り上げがこう小さくなっていくっていう扱いになってて、結局2015年ぐらいからですね、ついに、ソフマップはその他みたいな扱いに、ちょっとだんだんこう、扱いが小さくなっていくっていうのが見れて、なかなか、悲しさを感じるところがあるので、興味がある人がいたら、ビッグカメラの、決算説明書をね、なんか10年ぐらいちょっとパパーっと見てみると面白いかなと思います。いや、やっぱソフマップね、自分としては、学生時代とかもね、だいぶお世話になったので、本当にまあ、私よくエロゲーとか好んで買ってたんですけど、エロゲーはね、やっぱり一本一本が高いので、中古、買ってプレイして、クリアしたら、ほとんどのゲームはすぐ中古に出して、まあ、8000円で買ったものとかを、6000円とかね、5000円ぐらいで買い取ってもらって、で、またそのお金で新しいゲームを買うっていう形で、回転させていく形で、ゲームの方をね、楽しんでたっていうのがあって、もうほんとソフマップなしでオタクライフもね、なかなか楽しめなかったっていうのがあるので、まあ、そういう意味ではね、ものすごい感謝している存在だというところもあって、まあソフマップがだん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 こう衰えていってるっていうのはちょっと悲しさもあるんですけど、そういう意味で オタクのね、ところってもう、やっぱ、オタクってこう何でもかんでもこう伸びてるわけじゃなくて、まあその中でもね、細分化していくと伸びてるところと伸びてないところがはっきり分かれていくと。販売形態とかもね、だいぶ違っていってるんだなっていうのがわかると思います。という、そんな感じですね。で、これが右側の方に、ソフマップの歴代の売り上げですね。2006年から2021年まで、さっき言った通り、決算説明書全部見てですね、推移の方をまとめました。ちょっとね、グラフの方にした方がわかりやすいと思うんですけど、あえて数字にしてます。結構ね、グラフにするとエグい絵になったので、ちょっと緩くしようと思ってですね、こういう形でまとめてます。というとこですね。で、2006年には、1000億円近い売り上げがあって、まあ、全盛期そもそも、1230億円ぐらいの売り上げがあったんですけど、950億ぐらいまで落ち込んでて、その後もずる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 と店舗がね、減っていって、今は405億円の売り上げの店、企業となっておりますと。で、まあ、先ほどお伝えした通り、ソフマップはもう400億ぐらいの企業ですというところで、その他のね、ビッグカメラの子会社である日本 BS 放送、ここもね、上昇。BS11 とかで有名だと思うんですけど、まあ、日本 BS 放送とか、まあ、ラネットといった企業とこう並んで、その他扱いのところで扱われてますということですね。まあ、ちょっと悲しいところになりますけども。名古屋のソフマップのエロゲ売り場は、田中3段から2段。もう、まだね、ちゃんとソフマップの売り場があるっていうだけでも結構ありがたいところで、
もう本当大都市圏以外のトフマップだとそもそもね、そのコーナーそのものがなくなっているようなところも結構あるかなと思ってますね。はい。というわけで、まあ、前置き長かったんですけど、まあ、要するに、まあ、結構ソフトマップの、流れを組んでるっていうのは、それだけで結構、この出品っていう会社を説明する上で重要なので、まあ、それちょっと前置きとして、ソフトマップのお話をさせてもらいました。で、ここから出品の話です。で、出品なんですけど、結構ね、スタートは早いですと。1994年ぐらいにも、専門店屋号として、マップカメラっていう形でカメラ事業の方を創業したという経緯がありますと。いうところから、まあ、先ほど言った通り、ソフマップの経営ですね。ここに関して言うと、もう完全に会社が傾いてしまって、そういう丸紅とかビッグカメラに救済される過程で追い出されちゃうような形で、まあ、出ていきましたと。で、その後、まあ、ドリームテクノロジーって会社もやって、まあ、IT 企業への、ね、投資とか、いろいろこうやってたみたいなんですけど、ちょっと、いまいち、うまくいかなかったというか、まあ、上場するぐらいだからうまくはいってたんですけど、ちょっと限界を感じてやめて、で、出品っていう会社の方に集中し、こっちの方に軸足を置き始めたのが2005年とか、そのぐらいからになりますと。いうところでは、もともとはね、そのマップカメラっていうところ、ってことで、ソフマップでもやってた、そのカメラの扱いですね。カメラの方を扱い、店舗としてやってたんですけども、そこからもさらに時計買取等々を始めましたという感じになってます。はい。で、何の事業をやってるかっていうところなんですけども、主にですね、高級品の、まあ、EC サイト運営が主力で、もちろん店舗運営もやってるんですよ。店舗運営もここ下に書いてる通り、この水色の方が店舗運営ですね。水色の方が店舗運営で、下の方がこう EC サイトっていう風にやってて、最初はね、もちろん最初から EC サイトだけやってたわけじゃないんですけども、今となってはもう店舗運営よりも圧倒的にこの EC サイトとしての色が強くなってきてますし、やっぱこっちの方がどんどん伸びているという感じになってます。今もな、売り上げの7割ぐらいが EC サイトということで、まあ、EC サイト主力という風な会社だと思ってください。で、まあ、それ以外にもね、まあ、そういうところでもコロナ禍がつなぐな、まあ、ますますですね、EC サイトの売り上げがこう伸びてきているよというような状況になってます。で、商品としても、取り扱いのメインはとにかくカメラと時計ですね。まあ、ビッグカメラとか、ヨドバシカメラとかある中で、後からね、出てきて、こう成功するのかよというふうな感じで思われてたんですけど、ここはさっきも言った通り、店舗事業として、店舗事業じゃな、を、よりもですね、EC サイトとしてですね、商品の買い取りと、それから販売を行うっていうところ、ここにちょっと特徴があってですね、まあ、あと、後発組で、小島とか、ビッグカメラとかヨドバシとはまた違った路線で戦うことによって成長しているというところで、同じ商品でも、こう、切り口を変えれば、それだけね、戦える余地があるっていうことを示してくれたという意味でもなかなか面白い企業となっています。最近はさらにこう自転車とか筆記用具なんかも扱い始めたんですけど、まあ、もう売上のね、方が見てみたらわかる通り、カメラが圧倒的に多くて、その後、時計ですね、時計の販売はだいぶ伸びてきてますけど、まあ、他のところはまだまだ小さくて影響力としてはそんなにないですという感じです。で、特にまあね、今まではカメラの方が売り上げも大きいし、で、あと、利益率ですね。利益の方もやっぱり大きかったんですね。カメラの方が圧倒的に。大きかったんですけども、最近になって時計の方もだいぶ売り上げ、利益がぐっと伸びてきましたというところが結構見どころになってます。で、この企業なんですけど、特徴があってですね、単なる通販サイトじゃないんです。さっき言ったみたいに、単にカメラを扱ってます。単に、時計を扱ってますだったら、絶対にヨドバシカメラとかビッグカメラに勝てないんです。そもそも自分たちがソフマップをやってて、そういったところに負けて、経営が苦しくなってっていう経緯があるから、そこで戦ってないんですね。そこで戦ったら絶対負けるっていうのは、分かってるわけですよ。まあ今はもうそもそもソフマップの創業者がやってるわけじゃなくて、全然別の人が社長なんで、まあ考え方はどこまで引き継がれてるかわかんないんですけど、とにかくヨドバシカメラとかビッグカメラとは違う形で、同じ商品扱ってるけど違う形で戦ってるんですね。で、あくまでここの戦い方は通販サイト、その単なる通販サイトじゃなくてコミュニティビジネスをやってますというところなんですよ。で、このページにずらーって並べてるんですけど、これなんだって思われるかもしれないです。これね、一個一個、スタッフ、その店舗のスタッフたちが、例えば時計扱うなら時計についてですね、スタッフ全員で時計について書き綴り、
で、その、機械式時計の魅力を伝えるブログっていう形でやっててですね。まあ、本当なんか本当ブログのような感じで毎日ね、こう魅力とかを伝えてるというところなんですよ。自分たちで商品作ってないわけではないみたいな、もうほとんど作ってないと思うんですけど、要するに作ってるわけじゃないんですけど、まあ、ほぼ製造者と同じぐらいの熱量でね、それを語ると。で、しかも、そういったものをですね、こう定期的に発信するし、っていうところで、お客さんとのね、結びつきが単なる通販サイトとは全然レベルが違うわけですよ。なんでかっていうと、さっきも言った通り、この会社は単に物を売るだけじゃなくて、仕入れて物を売るだけじゃなくて、お客さんから中古で買い取りもしてるわけです。むしろこの買い取りが重要なんですね。ってなったら、そういった商品が好きな人たちに、どんどん自分たちの会社のことを知ってもらって、で、そういったと、そういったところから、使わなくなったものとかね、まあ、いろんな、人たちから、こう、商品をね、仕入れる必要があるというところなんですよ。ここが結構大事。だから、もう一個一個のその商品サービスについても、全部同じような形で、こう、サイトの方をね、展開して、で、ちゃんとですね、商品魅力を伝えて、お客さんとの結びつきを強く作っていくという形でやってるんですね。これなんかどっかで聞いたことあるなって思われたかもしれないんですけど、ちょうどこの前スノーピークの紹介しましたよね。スノーピーク。あれも最初は、今はちょっと違ってますけど、やっぱ最初はコミュニティビジネスとしてやってたわけですよ。だいぶ手間かかるんですけど、そういう形でお客さんのね、すごいヘビーなユーザーさんを大事にするっていう、そういう会社としてやってきてるわけですね。ここがやっぱね、戦い方がね、全然その量販店と違うわけですよ。で、単なる通販サイトとも違う。だからこそ商品を絞って、とにかくまあ、こういう作業って当然ながら手間かかるわけで、何でもこういうやり方して利益が取れるかってそういうわけじゃないんですよ。やっぱり、あくまでも時計とか、もう一個がカメラですね。こういった、やっぱりコアなユーザーさんで、しかもお金を惜しまないようなところの商材に絞って、一個一個手間暇かけて情報を発信して、コミュニティを作って、そのコミュニティ内で、高いものもね、売るし、で、さらにこう、お客さんからですね、いいものがあったらそれを仕入れて、またそれを売るというような形でこう、進めていくと。結構ね、考えたらめちゃくちゃめんどくさいことをやってるわけですよ。めんどくさいことをやってるからこそ、ヨドバシとかビッグカメラでは同じことできないし、いや、結構ね、ヨドバシカメラの店員さんとかもめちゃくちゃ詳しい人いるっていう話だと思うんですけど、そういうの人たちでもやっぱりね、実際ここまでめんどくさい、手間暇かけたことをネットでやってるわけじゃないから、真似できないっていうことで、まあ、独自の地位を築いていると。しかも、まあ、後から説明しますけども、やっぱりその中古のね、買い取りとかそういったところについても、いちいち全部ね、工夫をされてて、まあ、さすがその、量販店時代から、こう、中古買い取りとかそういうのを大事にしてきた会社だなっていうところがわかるようになってます。そういう意味でね、この会社は知れば知るほどね、かなり面白い会社だと思いますね。なかなかね、他の、人たちが真似できないところまで独自の地位を築いているというところがポイントになりますね。はい。の結果どうなってるかというと、この通り。なんかね、今までの説明でもね、さすがに中古の販売ってそんなに大事なのかって思うかもしれないんですけど、中古品買取販売の比率がどのぐらいかっていうのを示した資料があるんですけど、なんと55%が中古品販売なんですね。中古品の買い取ってそれを売ってますと。いうところなんですよ。これなんて、まあ、まさにその創業者が、ソフマップの創業者が作った会社ならではだと思わないですかね。本当オリボーさんもわかると思うんですけど、エロゲの、フロアって新品が1フロアに対して中古フロアが2フロアぐらいあったと思うんですよ。全盛期の頃って。そんな感じで、まあ、少なくても秋葉原はそのぐらいのね、スペース配分になってて、中古の方が大きいじゃんっていう、そういう状況だったんですよね。で、やっぱりそういったユーザーさんって、まあ、ソフマップ以外でなかなか同じとこないから、やっぱソフマップで買い物するし、ソフマップで売るんですよね。そういう独自の地位を築き上げてきたっていうところがあって、で、しかも、エロゲって割と高いじゃないですか。ゲームソフトの中でも高いというのがあってですね、やっぱりそういう利益率も高かったから、割と、ゲームソフトとかね、ゲームソフトとかよりも、秋葉原とかだとエロゲコーナーの方がね、フロア大きいぐらいな感じでやってたと。いうようなところもあって、独自性が、改めてですね、改めてインターネットのこのカメラとか、
その時計の販売において再現されてるっていうところが、その昔のエルフィオタクとして結構胸が熱くなるところが、ね、あるんですよ。まあ、ソフマップさんはそこまで考えてるかどうかはわかんないですけどね。別にソフマップのところから、別にエロヒ以外の中古版の買い取りとかもやってたんで、あくまでそっち側の、あれかもしれないんですけど、何せね、やっぱりそういうノウハウが生きて、こういうね、企業が生まれたっていうところがね、すごい、個人的にはちょっとね、胸が熱くなるところで、ちょっと今も語りながらちょっとテンション上がってるんですけど、まあだからそういう意味で、ぜひですね、昔いろいろ、ソーマップで売買してた人には、この企業のことはよく知っておいてほしいと思ってるんですよ。そう。いや、最近本当いろんな、中古のリセールあるじゃないですか。バイセルさんも上場しましたし、ソーっていう、なんかコロッケさんがね、CM 担当してるようなとこもやってるし、昔からエコリングっていうとこがね、まあ、いろんな貴金属とかそういうのの販売やってたんですけど、まあ、カメラとか時計に関しても結構ね、リセールっていうのがこう当たり前になってきましたと。まあ、我らがこのゲオホールディングスも、やっぱりこのセカンドストリートっていう形で、ね、衣服のそのリサイクルをやってるような企業がもう上場して、そのゲオの売り上げの半分以上占めるような規模になってきてるし、やっぱりリセールの流れって今後どんどん来てて、その中でも一番利益率が高くて単価も高い。だからこそ手間暇かけて、そういったお客さんとの、ね、結びつきを作ることができるこの時計とか、なんだっけ、時計とか、カメラか、カメラといったようなところで頑張ってる出品っていうのはかなりね、強いなというふうな感じで思ってますね。あ、しまった、ウリボーって話を、その前に言われてしまったね。そうそう。でね、こういう話をすると、じゃあちょっと後で説明しますけど、やっぱり、女性比率どうなのっていうのも気になると思うんですけど、そのあたりもちゃんと資料で書いてるので、後で紹介しますね。さすがウリボーさん。そう。そこら辺もすごい大事だと思ってます。ネット通販って言うと、なんかここら辺ね、やっぱり、特に高級品のネット通販ってめちゃくちゃ信頼性大事じゃないですか。そういうね、信頼できないサイトに物をね、こう、預けて、売って、帰ってこなかったりとか、値引きされたりとか、されるとかね、好き勝手されんじゃないかみたいなところの不信感があったら一発で沈んじゃうわけなんですよ。だから、ここの出品はめちゃくちゃ手間暇かけて、そこら辺の信頼感を得るためにですね、かなり丁寧にサポートやってますというところで、この3つのサイクルなんていうところも回してますね。購入前、で、プラットフォームの、さらなる最大化というところ、まあ、じゃない、ごめんなさい。要するに、購入前のところからもしっかりね、情報提供しますと。で、購入時についても、先にもう商品を渡ししますと。先に商品を渡ししますと。で、購入後のとこもそうですね。安心保証もしっかりやってます。で、この安心保証なんですけど、普通のヨドバシとかで買った後ね、お金払ったら何年保証みたいなのあるんですけど、ここはその保証期間をさらにお金払えば、永続的に伸ばすこともできるような、そういう仕組みもやってます。まあ、とにかく、ネットでやる以上、サポートはリアル店舗以上にしっかりしなければいけないという哲学を持って運営していると。で、さらに最近ですね、福井カメラサービスっていうところと提携しまして、ここ、カメラの修理企業としてすごい有名な企業なんですよ。ここと提携してですね、もう専門的なその職人によって、カメラの修理をお任せしてください、お任せしててっていう形で、そういうところの安心感もこうきちっとこうやろうとしてるというところなんですよ。そう、ほんとそれですよ。やっぱネットで買い物するっていうのは高ければ高いほど、商品が高ければ高いほど不安になるので、そこのね、ところでいかに信頼性を得るかどうかが大事だと思うんですけど、まあさすが、出品さんというか、そこら辺のね、信頼を高めるための取り組みとかもすごいしっかりやってますというところなんです。ここも面白いと思うんですよね。はい。で、最近なんですけど、ちょっとね、ここはどういう仕組みか、私ちょっと資料見ただけだとわかんなくて、実際自分もね、マップカメラとかのページとか見に行ったことあるんですけど、ここはちょっとね、どういう仕組みかわかんないんですけど、最近はその自社サイト以外でも販売をしてますというところがあるみたいですね。ここはね、ちょっとよくわかんないです、正直。わかる人いたら教えてほしいなと思って、一応ちょっとここに載っけてますけども、まあ、EC 売上比率がね、EC 振り上げはもうどんどん伸びてきてますと。もうすでに300億円ぐらいの規模になってるわけだから、もうそのね、全盛期のソフマップの4分の1以上をもう超えてきてると。商品の数を絞ったことを考えたら、多分ね、カメラとか時計だけの扱いだけ見たらもう全盛期に近いところまで来てんじゃないかなっていうぐらいの、そういう勢いですね。で、まあ、その中でも特にこう自社サイト比率っていうのは高い。まあ、相変わらず当然なんですけど、さっき言ったみたいに、一個一個サービス丁寧に説明して、まあ、自社サイトで販売するっていうのは主力なんで、自社サイトもやってますけど、まあ、他にも海外モールとかね、そういうモールとかを使って、まあ、店舗販売してるっていうこともあるみたいです。
ちょっとね、ここは私、どういうことかよくわからないので、まあ、ほーんっていう感じですね。まあ、まだ比率的にも18%とかなんで、まあ、そこまで、ここが伸びてきたらまたどういうことなんだっていうところはちょっと理解したいなと思うんですけど、ここはちょっと自分もよくわかんないです。で、その他ですね。まあ、基本的にそういう意味で EC サイトで名前をね、知ってもらうっていうのは基本なんですけど、まあ、言ったところで店舗が全くないわけじゃなくて、まあ、越境 EC という形で、売ったりとかね、免税店とか普通の店舗でも売り上げを上げてますと。まあ、特にやっぱりね、カメラはね、こういうところで売り上げが伸びてるって聞くと、まあ、最近の円安とかね、そういうのもあるとは思うんですよ。あるとも思うんですけど、やっぱりこう、日本のカメラとか、時計とかね、時計は、必ずしも日本製品だけ扱ってるとは思わないんですけど、こういうところは相変わらずやっぱり日本の高品質な商品とかっていうのはだいぶね、知名度も高いし、評価されてんだなと。だから円安とかで価格安くなったら買われるんだなっていうところがあって、ちょっと嬉しい気持ちにもなりますね。まあ特に免税店なんかね、絶対日本国内の商品がね、売れてるはずなんで、そういう意味でもなかなかありがたいところかなと思います。まあコロナの時にだいぶやられてるみたいですよね、当然。はい。そういう意味で、ここら辺の越境 EC とかのね、ところが好調だってなると、他のね、越境 EC 企業なんかもちょっと見てみたくなるような感じの数字が出てますと。で、今日も26分来たので、まあ、決算の数字のところはいかないんですけど、まあ、その上でまあ、他にもいろんな取り組みやってて面白いんですよ、この企業。何が面白いかというと、まずね、先ほど記事をね、一個一個も記事をバン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 こう職員、わざわざ従業員の人が、その商品のね、素晴らしさについてご紹介するような記事を書いてるってとこがあってですね。そのウェブの会員さんに対して好みに合わせて自分たちが、ちゃんとこう、従業員たちが手図から書いた広告のね、記事でそのお客さんに合ったものをこうレコメンド配信するっていう AI コンテンツレコメンド機能っていうのをやってるわけですよ。単なる広告配信とは違うわけですよ。ちゃんと自分たちの、が、本当にヘビーな、ファンである社員たちが、その、ね、本心から素晴らしいと思ったことの記事を配信するっていう。単なる広告とは違って、これもね、なかなか面白い仕組みだと思うんですよ。やっぱ自前でちゃんと記事を用意しまくってるからこそできる、ような、こう、配信システムなんかも整えている。というとこですね。まあ、他にも、こう、LINE 活用とかしながら、こう、売っていってるというようなとこですね。まあ、LINE 活用なんかは割と当たり前だとは思うんですけど、まあ、今までやってなかったところを、まあ、やり始めて伸ばしているというところ。まあ、いろんな意味でやっぱり、ね、お客さんとの、ね、距離を縮めようっていう、ソフマップ以来のこう考え方がやっぱ今でも生きてるんじゃないかなというところを、ね、なんとなく感じて、まあ、いろいろ資料を見るたびにちょっとね、ひいき目で見ちゃうところはあるんですけど、そんな感じですね。はい。で、まあ、先ほども、オリボーさんがちょっと言われてたんで、クイズとして、まあ、雄大の世代分布と女性比率。このあたりも、ね、やっぱり重要だと思うんですよ。カメラ高いし、なんだろう、やっぱおっさん向けの趣味みたいな印象があるので それぞれのところで、あ、本当ね、雑な人かと全然違うんで、さっきね、ちょっと表示してた記事と、ところのサイトとかでね、1個か2個ぐらいちょっと見に行ってみると、まあ、ガチで、蘇生の、ラフィブログとかと全然違う感じのね、記事が書かれてて、なかなか面白いですよ。ちょっと自分を見に行って。まあ自分はあんまりカメラとか時計興味ないんで、あれなんですけど、こういうのをなんかやってくれる企業が出てくると応援したくなるなっていうね。何事もそうなんですけどね、この企業のやってることってね、いちいちちょっと応援したくなるような取り組みが多いんですよ。なかなかそういう企業ないじゃないですか、最近。なんか、むしろ広告系企業とかやとね、この諸悪の根源みたいなやつが多いんですけど、そういうのと結構逆方向行ってるのも面白いんですよ。まあ、あくまでね、高級品を扱ってるからこそできるっていうね、その正し書きがつくんですけど、まあ、私は好きですね。で、まあ、そういうのもあって、まあ、熱くコミュニティをね、作り上げているというところで、ユーザー比率の方を最後見ていきますと。見ていくと、こんな感じになります。結構ね、おっさん世代とかが多いと思ってたんですけど、実際のところ比率としては結構、ね、いるんですけど、ちゃんとですね、30代、40代あたりがコアの部分になってます。だから、ちょっともちろんね、さすがに20代はお金的に厳しいっていうのはあると思うんですけど、高級カメラがメインになるんで、ではあるんですけど、やっぱりちゃんとね、30歳以下のところでも17%いますし、30代、40代って比較的に、ね、若くて、まあ、これからもね、何度もリピーターになってくれたら、そんだけライフタイムバリューがね、高くなりそうな世代がきっちり買ってくれてると。
しかも女性比率、若くなればなるほど女性比率が上がっていくっていう、なかなか好循環になってますね。この世代の人たちがさらに育ってもカメラね、好きだって言ってくれれば、まあ、なおさらこう伸びていくという形で、まあ、まさに本当いろんな形でネットの方々に対してこう商品の良さを伝えて、そのファンになってもらうっていうところがうまく、できてるんじゃないかなというふうな感じはしますね。まあ、ただ、こちら側のエリア分布に関して言うと、やっぱ関東に偏りすぎてるっていうところが多分もうちょっと広げていきたいなっていう気持ちあるんじゃないかと思いますね。そういう意味で、まあ、リアル店舗の方はもうちょっと頑張っていきたいのかなっていうところです。あ、だから、ウリボーさんもそう思いますよね。40代、50代が多いかと思いきや、意外と30代、40代頑張ってるっていうところがね、ちょっと、ここもポイントになるかなと思うんですよ。っていうところになりますね。まあ、今日のところは一旦このぐらいにしておきますね。30分来たんで。というわけで、なかなかね、面白い企業だと思いますというところで、実際に、ね、こういった面白い取り組みをしている企業が、決算と、まあ、要するに業績として、どうなってんのかっていうところと、まあ、来期ですね。来期以降、どういうふうな動きをするんだろうっていうところをちょっと明日一緒に考えてみたいなというふうに思ってます。というところで、この企業ちょっとね、面白いと思いますんで、まあ、ぜひですね、興味持っていただいて、まあ、明日もの説明も含めて、ちょっとこれで見て面白いなと思ってもらったら、今後も注目してもらえばいいと思ってます。個人的には私ももちろんここの株、会社の株買ってますし、まあ、ここはもう売らずにね、ずっと持ち続けたいなと思ってます。割とね、配当とか、あと優待もね、ちゃんとあって、優待はもしかしたらさ、なくなっちゃうかもしれないですけど、その分、それであれば、それで、配当の方もあると思うので、まあ、割と応援したい企業かなと思ってます。はい。で、今日のところはこんな感じで終了します。本当ちょっと今日、開始が遅くなっちゃって申し訳ございませんが、明日以降はそういうことはない。